こんにちは、月島です。今日は Google Earth Studio を使って江戸屋敷を飛んでみましょう。久留米市の移住担当さんが使ってみたいと言ってて、使い方を聞かれたんですけど、使ったことないので使ってみます。プロジェクト江戸屋敷。いい地球です。とりあえず江戸屋敷を探そう。九州はこの辺か。久留米ってこの辺。なんか近い気がする。ここ？江戸屋敷に線路なんかあったっけ？ここつぶつか。じゃあ江戸屋敷はこの辺か。あったあった。工房江戸屋敷です。この辺を操作して、ポイントを追加すればいいのね。とりあえず工房がスタート地点。時間操作。83フレームは 30fps なので 83÷30 で 2.7 秒ちょっと。数秒後に、江戸屋敷随一の観光スポット江戸屋敷記念碑へジャンプ。ポイント追加。プレビューしてみよう。スタート。こんな感じで何箇所か登録すれば、動画にしてくれます。完成したので見てみましょう。簡単に使えるので、みんなも使ってみてね。